イレオストメイト・オストメイトとは、癌や事故などにより、消化管や尿管が損なわれたため、腹部などに排泄のための開口部を増設した人のことを言う。単に人工肛門保有者、人工膀胱保有者とも呼ぶ。以下の3つに対別される。人工肛門保有者はコロストメイト及び、イレオストメイト、人工膀胱保有者は、プロストメイトと同義である。 オストメイトであることを理由とした特別な食事制限等は必要とされない。ストーマの形状によって適切な装具を選択し周辺のスキンケアや定期的な装具交換が必要とされる。装具を装着している状態であれば公衆浴場でも問題なく入浴可能であるがオストメイトであることを理由として公衆浴場への入浴が拒否される事例も発生している。 排泄物の処理時には、ストーマ装具の交換や周辺皮膚の洗浄等が必要となるため、通常のトイレでは排泄処理が困難である。このため多機能トイレやオストメイト対応をうたうトイレが必要である。オストメイトは自己管理可能であるため、通常の状態では特別な手助けは必要ない。一方、災害発生時には消耗品である。 ストーマ装具や洗浄用の水道水が入手困難になることもあることから災害時の備えや支援が重要とされる。排泄物の状態や装着位置を確認できるように透明なパウチが主流だが排泄部が見えることでストレスとなるため不透明なパウチも登場している。またパウチを保持したまま性交渉が可能な下着などを販売する服飾メーカーも存在する。 ありがとうございます。